皆さん、おはようございます。おはようございます。12月28日火曜日、8時45分になりました。SEK の歌舞伎デイトレーダーの配信、年内最終日、スタートいたします。皆さん、音声、映像、いかがでしょうか？大丈夫ということでしたら、コメントですね、一言お応いただけたらと思います。ありがとうございます。大丈夫ということですね。おはようございます。ありがとうございます。音声映像 OK と。OK ですということですね。はい。皆様おはようございます。ありがとうございます。そしてどんどん、ありがとうございます。OK ということですね。ありがとうございます。今日は、杉山、遠藤、そして、粕谷、この3名で行ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。いよいよ、最終日と、配信、生配信が最終日ということで、今月、実際トレードされる方は30日、あさっての大納会までありますが、生配信は今日最終日ということで、朝ですね、ツイッターの方をつぶやかせていただきましたけれども、しっかりと皆さんに影響を出していただくために、あとは我々の目がですね、見方、テクニカルチャート分析、人の見方も含めてですけれども、正しいということを証明するために、最後で駆け抜けます。こういうことを配信させていただきました。ありがとうございます。優秀の美を飾りたい。そうですね。はい。ありがとうございます。で、今日は個別銘柄、今現在9銘柄ほど出しております。この後、TikTok の方から、皆さんのところ、チャットにですね、こちら。あ、今出ましたね。はい。こちらご確認をください。確認ください。お願いいたします。で、この銘柄、プラス、アルファ、ということで、が始まってから良い銘柄があれば、それを追加して、いこうと思っております。で、個別銘柄を見ていく前に、今日のテーマですね、について、じゃあ、杉山さん、お願いいたします。今年1年を振り返って、はい、したっけ？はい。で、合ってますかね？はい。合ってますね。今年1年を振り返ってですね。はい、杉山さん、今年1年いかがでしたでしょうか？まあ、いや、コロナが1年ありましたけども、はい。まあ、その中でというか、はい。どうしてもそこをね、左右された感じになりがちになると思いますけども、はい、その中でも、どんな1年でしたでしょうかというか。はい。そうですね。はい。どしどし、お願いできればと。はい。お願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。では、個別銘柄を一つ一つ見ていきます。画面の方を共有をさせていただきます。まず対極的な目線、組み合わせではなく、もっと大きなスパンで見ていきます。まあ、月で見たり、週で見たり、日で見たりということで、まず今、冷やしチャートの方が42601銘柄目、ハイブリッドテクノロジーズ出しております。今日で、ですけど、上場してから4営業日目の銘柄となります。昨日、ストップ高、2連続ストップ高で終えておりまして、こちらですね、先ほどまで、1000円台前半、だったんですが、どんどん買われまして、まもなくストップ高というところまで来ております。今の圧力、注文状況を見ますと、どうでしょうかね、ストップ高には、その手前ぐらいでしょうかね、でのスタートが見込まれます。あと残り11分ほどありますので、また変わっていくかもしれませんが、売りも入ってきておりますので、このまま見ていきたいと思います。場合によってはこれ1050円ぐらいですとか、1030円、40円ぐらいからスタートすることも考えられます。そしてこのままハイブリッドテクノロジーズ見ていきます。今日のストップ高は1089円となります。逆にストップ安は今日789円ということですね。こちら見ていきましょう。二つ目です。IPO 銘柄結構今日多いです。ここ最近で出た IPO たくさんありますので、そうですね。今年の10月以降の IPO を見ると、トータルで50銘柄近くでしょうか、ね、40数銘柄ですね。で、今月だけでも30数銘柄ということで、途中で1銘柄ちょっと脱落しましたけどね、上場をしたいということになりましたけれども、それだけ見ても、今年結構上場ある中で、今月、これまた明日もですね、19日も新規上場銘柄もあります。
今日はありません。昨日までの新規上場銘柄も含まれております。2つ目が9212のグリーンアースインスチュートですね。グリーンアースになります。昨日1735円で終えておりまして、今現在、売りが強いですね。1650円でのスタートとなりそうです。1650円、51円のこのですね。このあたりからのスタートとなりそうです。安寄りしてから、これまでの他の銘柄のように一気に買い物が入っていくかどうか、こちら見ていきましょう。グリーンアースです。高値ですね、昨日の高値の頃、1760円を抜けなければですね、ストップ高の確認になりますが、抜けなければ、朝一番は入らないようにしてください。非常に危険です。そして3つ目、6524、湖北工業です。皆さんおなじみの、デイトレやられている方はおなじみのかもしれません。6524コープ工業です。ストップ高、レンジストップ高つけていて、7500円の頃にですね、金曜日、そして昨日月曜日、抑えられている銘柄となります。そして今日ようやく7500円の頃をブレイクしていきました。ふんわしてみるとですね、しっかり7500円の頃に収まっているという状態でしたが、今日ブレイクしてのスタートとなります。7590円から7600円ところでのスタートが見込まれます。朝高く寄ってからその後の板の動きですね、を見ていきましょう。板ローソク足の動きを見ていきましょう。入られる方は複数から入られることをお勧めします。そして4銘柄目4888ステラファーマーです。ステラファーマーもだいぶ久々にという形でしょうかね、上場したのが去年ですね、今年ですよね、2021年の今年の春ですね、ステラファーマ一覧高ということで757円で昨日終えております。どうでしょうか。今気配見てみるとちょっと安いですね。安くスタートですね。749円から750円となっております。もう一段昨日の高値のところを捉えて上に行けるかどうか見ていきましょう。ヒゲがですね、月収見てもまだありますので、高値どころを捉えている方がいらっしゃいます。1000円どころ、900円どころ、800円どころといらっしゃいます。その人たちが株価上がることによっての売り注文が入ってくるということですね。手締まり注文が入る可能性があるということも頭に入れながら見ていきましょう。5銘柄目、ここ連日上げています。7777、3D マトリックス、ジャスタックの銘柄になります。昨日一段高となりまして、587円。振り返りの出力も昨日良かったですね。今はどうでしょうか。592円から593円、またパカパカパカ動いています。そして朝昨日の高値593円どころ今気配につけておりますけれども、ただですね、この売り買いの圧力、このバランスが非常に良くないんですね。今の時点、52分の今の時点でのこのオーバーとアンダーの数値をしっかりと皆さん見ていただきながら、値がついた後のこの変化ですね、しっかりと見ていきましょう。 3D マトリックスです。6銘柄目7383ネットプロテクションズホールディングスです。昨日大きな金曜日大きな陰線出していましたが、昨日はしっかり買われていきました。1463円まで再び上げてきております。終値ベースで見ると昨日は一番高いですね。上場してから一番高い、いい高値をつけております。昨日の高値、1488円となっております。終値ベースではつけております。さらに一段上げていくかということで見てみますと、今気配値が1494円から1495円となっておりまして、一段上げてのスタートとなります。中高では1500円のところを超えております。直近の高値ですね、昨日の動画の方でもお伝えしましたが、この上場してから2日目の高値1508円のころ、これを狙っていくことがあればということでお伝えさせていただいております。今日の昨日の高値ですね、昨日の高値、というよりは上場してからの高値の方がしこりというんでしょうかね、蓋がありませんので、そちらで見ていきたいと思います。朝あれですね、はい、もうとりあえず飛びつかないようにしないといけない。そうですね、マインドさんおっしゃる、一回上上がってもその上場の高値を超えるまでは我慢して、はいはい、それを超えるまでは入らないというふうにちょっとルールを決めておいていただいた方が、このリスクとのね、バランスがいいかもしれないですね。はい、そうですね、ありがとうございます。はい、そして7銘柄目9517 EX になります。こちらは売り戦略ということで出しておりましたが、気配がですね、どん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 今高くなってきています。先ほどまで2020円台、そして2030円台、8時20
分ぐらいには2030円つけています。だから2040円、そして今2050円と上げてきております。昨日の高値どころですね、2119円のこれを上に抜けてしまったらもう売りはちょっと難しいかなということですが、昨日の安値、これを1995円を割り込んでいくことがあればですね、さらに高値をつかんだ人たちがもう投げてきますので、これを見ていきたいと思います。でもしですね、この買いやすい力も今強い状態でこれが逆転しなければ出してみていただければと思います。そして8銘柄目、9254ラバブル、ラバブルマーケティンググループになります。これも売り戦略、1日以上の空売り込みまでできますので、昨日1たり安となりましたけれども、これも一昨日金曜日ですね、おととい金曜日に月曜日用の空売り銘柄というふうに出しておりました。ちょっと売り買いの圧力のバランスが良くなかったですね、昨日は。もう一段下げるかということを今見ておりますが、ちょうど気配に今下げております。2651円から2652円ということで、さらなる安値をつけていけるかどうかということですね。まあ、上場してからセカンダリーで買い入った人たちが投げが入ってくる可能性もある。ただ一点ですね、このラバブル気になる点ができなくか、非常に少なく今日はなりそうです。ということですね。激しく動くことも考えられます。注意してこちらを見ていきましょう。そして最後、9銘柄目、3853アステリアです。ここ3営業日、しっかりとした動き、出来高を伴いながら大きく動いている銘柄となります。昨日一段高となりまして、1032円。今現在、気配値は1049円から1050円となっております。売り買いの圧力は拮抗状態、さらに高値を捉えにいけるかどうかに注目をして見ていきましょう。以上、9銘柄となります。残り今、8時56分42秒ということで、残りあと3分ちょっととなっております。皆さんの気になる銘柄、他にですね、ありましたら、ぜひ、こちらチャット欄の方にコメントいただければと思います。なお、テーマに関しましては、まだ落ち着いてからでも構いませんので、皆さんトレード、ワントレード終わった後に、あ、今年こうだったなと、もう、コロナにもちろんかからずに、まあ、無事に株でトレードができたなとかで、構いませんので、一言いただけたらと思います。どんな一年でしたでしょうか、皆さん。ということで、こちら、今度、ふんわし、切り替えて見ていきたいと思います。ちょっと画面の方が乱れます。ご了承ください。今のところ、気配がですね、良いのが、こちらですね。だいぶまた変わりましたよ、ハイブリッド。さっき、ストップ高の手前でしたが、元に戻ってきましたね。昨日939円、今もう960円台になっています。で、売り買いの圧力いいですね。高い売りしてから、ギャップアップスタート後、どう動くかですね。あとですね、もしかしてゲイゲイって呼んでましたけれども、グリーンアースインスチュートですね。グリーンアースに関しまして、これはだいぶ売られてのスタートになりますが、ただ IPO やっぱり激しいですから、安寄りしてからも一気に要請。昨日のようにですね、他の銘柄ありましたけれども、IPO ですね、安寄りしていただくときに、高値のトライに行くことも考えられます。クリーンアースよりはまた他の銘柄の方が今のところいいですね。あと、湖北工業が一段高、理解の圧力もいいですね。ちょっと薄さも感じられます。あと、ステラファーマ、これは安寄りスタート。3D マトリックス。昨日の高値ですね、593円を抜けていくかどうかということと、あともう一度繰り返しますが、書きますね、あと1分ちょっとあるので、ここをしっかりと見てください。あ、重なっちゃいましたけど、この数値と差、今こっちは断然多いですから、こっちの方が多いですから、これを必ず確認をすることです。で、上がっていくとき、必ずアンダー多いことを確認してください。そうしないと騙しに遭う危険性もあります。騙しに合わずにそのまま上げていくこともありますけれども、それは間違った成功事例となりますので、先ほどの助見さんの話、助見先生の話、リスクですね、リスクをしっかりと見極め、加味していくということを見ていきましょう。ネットプロテクションズ、こちらも一段高となりますね。売りの圧力はまだ強いですね。これが逆転してからまだ強くなってくるということを見ていきます。さあ、残り30秒を切りました。寄ってすぐは我々はしませんので、寄った後の動きですね。じっくりと見ていきましょう、じっくりと。焦る必要は全くありません。焦ってタイミング逃した。あ、じゃあ、ということで入らないようにしてください。
逃したら逃したらそのまま切ってください。トラバドルの海、アステリアの海。さあ今9時になりました。6号2の北方領が上から行っていますが、はい、窓を開けたら要注意でね。はい、窓を開けたら、まあちょっと海が増えましたけどね。そうですね、海から比べて、はい、しかもなんかこうどうしてね、やっぱりこれ全部上場してくる1、2、3、4、5、6日目ですけど、全部下髭ついてますからね。あ、そうですね、はい。まあだからだって今日も下髭つくと限らないですが、はい、まあ安全に行こうということ、はい、はい。あと 3D マトリックスの買いもアンダーもだいぶ増えてきております。ネットプロテクションまだ時間かかりそうなので、マトリックスとアステリア、アステリアちょっと拮抗です。理解拮抗となっております。7383、ネットプロいいですね。はい。それでも、ああ、また上から始まったら始まって、やっぱ、リグイが入るんですかね。そうですね。押される場面が、まあ、結構どの銘柄もありますので。まあ、軌道をね、上髭で終わってますんで、この髭で取り残された方は、はい、まず逃げますわね。はい。寄ったら。終わり目が、1163円ですか、1400円、はい、今はもうだいぶ上ですね、あ、終わり目がですね。で、高値が1488円、はい、まあ、これはもう超えてくる、来てるので、そうですね、はい、で上場してからだと1508円ですね。7383ネットプロテクションしております。日経も上げてスタート、今売りに押されております。陰線となっております。マトリックス一段高なのであれば604円どころになりますが、売り圧力がまだ強いです。7707です。無理する必要ありません。軸見ていきましょう。3853アステリアも同様です。売り圧が強くなりました。一方6524国工業に関しまして、朝の高値7720円をまた再びですね、トライに来そうな状況となっております。ラバブルは下げておりますが、売り圧がまだ強い状態。イーレックスプラス、ステラファームはマイナスとなっております。で、ハイブリッドとネットプロに関しましてまだ寄っておりません。値がついておりません。大久保も面白そうですね、今のところ。さあ、超えるかどうか、7020円のところ、7720円、今抜けましたね。その後の動き。いいですね。はい。7740です。1本目の3分の遅く足。ちょっとアステリアは沈んでおります。あと、マトリックスか、理解の圧力、先ほどほぼ一緒でしたが、ちょっと量多いな。いや、そうですね。ネットプロも多いですね。売りましたね。はい。ネットプロ売りました。4260売りました。はい。これは買い優勢ですが、どうでしょう、このままいくの。今日3日目ということでね、はい、まだまだ勢いが。あ、はい、今日で4日目ですね。あ、ごめんなさい、4日目でしたね。ストップ高がありましたね。あの、2日目の、はい、本戦がね。2日連続ストップ高と。ネットプロは売り圧が今強いので、皆さん要注意となります。ハイブリッドは抜けるかどうか、広告もまだですね。で、マトリックスは売り圧がまだ強い状態となります。先ほどほぼ同じぐらいまでマトリックス行ったんですけどね、ギリ超えないぐらいで、高値更新しましたが、売り圧が強いまま推移しております。アステリアも売り圧が強い状態。ラバブルも、ラバブルは空売りなんですけども、買い圧が強い状態。イーレックスも買い圧が強い状態となっています。ステラファーマン、買いですけれども、売り圧が強い状態。
レッドプロまだです。一気にアンダー増えてくるかもしれません。で、ハイブリッド。ここから挽回できるかどうか。あと、コークもまだです。マトリックスはまだまだですね。マイナスに今沈みました。ちょっとマトリックス重くなりましたので、一旦控え室に。グリーンアースは特売り気配となっております。特売りからどう動くか。航空工業がまた再び高値を狙いに行きそうです。5分ゴールデン確定しております。3分 OK。そして今 OK ですね。7,770円。利食いも入ってきております。最新のローソク足の安値が7,650円となっております。これを割り込むようであれば一旦逃げる。そうでなければ株価は思惑と同じように下から上に向かっての風含み益が伸びていきます。このようにです。今航空工業を入られている方結構いらっしゃると思いますけれども、利食いポイントどうするかですね。もし皆さんの中で含み益が伸びていってる不安なら1万円2万円3万円であればもう部分的に半分3分の2複数入られている方半分逃げていただいてもいいです。ただ最終的には最終単元は残しておいてください。まだまだこの後8000円どころ、トライに行く。8950円が今日ストップだからですけれども、そこをトライに行くことも考えられます。これが、まあ、いわゆる握力ですね。強い握力。忍耐力とも言います。含み益が出ているときの、どこまで伸ばすことができる。あと、板の状態も見ていきましょう。あと、オーバーアンダーの数値もですね。ちょっとあれですね、7383が弱いですね、ネットプロダクションですね。売り圧が強いですね。はい。で、一回ああやって、この1分前、下ひげがね、はい。こういうのがあると、まあ戻してますけども、はい。ちょっとね、慎重に行きたいですね。さあ、どうでしょうか。今一番ちょっと狙いたいのは、やっぱり、湖北工業。はい。今ハイライトの方が結構いらっしゃいますね。今からまた入るとなるとちょっとあれですけども、はい、まあ今一度一番安心してみていただくとこですね。ただもうリグってもう全然いいと思います、ね。はい、あのそれはあ、まあ、昨日もやりましたけども部分利確ですね。はい。はい。こういううまく部分利確をしていってください。ちょっと耐えられないなと思ったところにも部分利確。はい。これをスペします。だいぶ楽になりますから、精神的にですね。で、残すことによって、後で振り返ったときに、ああ、あの時売らなきゃよかったと。結局まだ利確した後上に行ったんだというのを防ぐことができますから。で、ハイブリッドが、売りが今強くなりましたので、下げていきます。で、6424航空油に関しましては、そのままキープ。皆さんされていると思いますが、高値が9時6分につけた7910円になります。7900円どころ、7890円どころ、ちょっと少し厚い売り板が入っております。約1万株ですね。それを抜けなければ、そしてオーバーが増えてくるようであれば、一旦もう全部利食いというのもありです。ちょっとずつ増えてきますね、売りが。あ、もう1分の安値を割りました。1分ネットクロスになっておりませんが、ここで見えていただいてもいいですね。エントリーが7750円、まあ、付近というですね、7760円から見出しているかもしれません。いずれにしましても、利益確定ということで終了してください。部分利確された方は、まあ、首、いいデッドか、もしくは今、逃げていただいてもプラスで終えられます。まだまだこのデッドに1分が、デッドにならないで、そのままゴールデンのまま
発生のところをつけに行くことも考えられますが、一旦ちょっと崩れてきたので、まあ、ここで比較でも全く問題ありません。ということでございました。次いきます。ネットコネクションズは、先ほど関さんおっしゃったようにですね、運がまだ強いということです。支えられていますけれども、まだ売り圧力の方が強いということになります。一方、アステリア3853、これはもう朝一番9時につけた高値を超えられておりません。でさらにハイブリッドに関しましては、連の売りが入っておりました。大きく下げております。そして、グリーンアースも特売りから安くスタートしましたが、冷やしてみるとですね、このような形になりますので、今ちょうど陽線出ていましたが、買い戻されていましたが、昨日の高値のこのですね、ストップ高の価格を向けない限りは、売りすぎて入る必要はありません。幸先はいいですね、スタートしている国業。あと皆さんも気になる銘柄がありましたら、そちらもぜひおっしゃってください。その銘柄も見ていきたいと思います。と落ち着いて、また7383来ましたけど、はい、あ、上行きましたね、はい。これオーバーアンダーがドークアンダーですね。はい。買いがちょっと増えてきてはいますが。1530円、12200円。ちょっと早めにくいですね。はい。ちょっと不自然な売りたも。オーバーが、ね、多くても上がることはありますけども、はい、自分は早くの嫌ですよ、こういうの。すごく一緒ですね。はい。ちょっとやっぱね、変化が欲しいですよね。変化しない状態で、売り40万株、買い27万株、はい、これが維持されたまま上行っちゃうので、怖いですね。あ、買い増えましたね。はい。あ、売りも減りました。あ、こうなるといいですね。何株入れてるのは今、20にちょっと、はい、あ、もう16円にまた減りました。1500、今度40に2万2500株。もうちょっと勢い欲しいですね。これがね、逆転したら相当強いですけどね。そうですね。ここはちょっと注目しておいてみていただいてもいいかなと思うんですけども、あ、また売り増えてきたな、はい。そうするともう、あ、もう一瞬めちゃくちゃ減りましたね。はい。31万株まで減りました、一瞬。37万株は30。あ、これはきついな、もう。また上に売り差し値を入れていますね。どこに入れてるんでしょうかね、ちょっと見てみましょう。どこ上。もう節目節目に万株、3万株とか普通に入れてきているので、あ、10万株とか入ってますね、1600円のところ。1600円、10万株、その10万株とか動かしてますね、動いてますね。5万株、3万株動いてます。上に行ったら、一旦外して、オーバーの数値が変わって、またもうちょっと上のところに売り差しを万株入れてる人たちがいます。個人ですね、完全に。お金持ちの個人投資家がちょっと遊んでいるというんでしょうかね。動かしている。そういう状況になります。だいたい1人か2人ですね。売り板。見ると、1人、3人、2人。節目節目のところに40人いたら、1万株以上あるところはですね。それでも、少ないですね。ネットプロ。まあ少ないです。1人、2人、5人、4人、2人、6人、1人、1人、3人、1人とか。売り板ですね。1人で4000株注文してる人もいる。まあ3400株。3000株1人とかいますね。さあ、こちらもネットプロもですね、合わせて見ながら他の銘柄も見ていきます。グリーンアースは結局陽線立てずに今陰線となっております。マトリックスに関しましては、ね、今重い状態となっています。ステラファーマも同様ですね。今マイナスに転換して、再びですね、マイナス圏を推移しています。アステリア、これが買い物が入ってきました。3853。まだ売りが強いです。9時につけた1061円、これを捉えることができるかどうかというところです。ネットプロテクション、先ほど高値上に抜けたところで入った人は、いわゆる高値掴みですね。
1539円40円どころ、例えば成り行きで2000株3000株入られた方は今含み損となっております。1000株入った人はマイナス3万、2000株でマイナス6万。一方、ハイブリッドテクノロジーズは年の売りが入ります。IPO はこういうことがよくあります。注意してください。IPO はやっぱり利益出てるうちに、負担のないうちに逃げると。で、部分利確をして、少し、これを安定剤として、少し崩れたところだと、年が基本的に入りませんので、そこで逃げていただくと。何かしらサインに出ることが多いですから、1分マックリがデッドクロスになってから、またオーバーが急激に手につく前に増えたりもしますので、ちょっとネットプロがさらに上値が重くなっております。なんか勢いないですね、はい、なのか何なのか、マザーズ銘柄、進行形ジャスタックマザーズであれば、国内個人がかなり多い、参加者多いですが、それでもネットプロ東証一部に新規上場して、海外投資家も今ほとんどいなくなっている中、どうでしょうかね。人気は全然ないですね。おー。なかなかね。この大公開までトレードする人って、やっぱ今日あたりで終わる人もいるかもしれないですね。いらっしゃいますね。はい。なんかいろいろ入るんですね。ステラファーマが、昨日の高値どころ、773円を捉えそうなところです。ただちょっと5分がまだ、分散がまだ実は確定しておりませんので、よくエントリーしたところが高値となることがあります。もうちょっと様子見ていただいた方がいいですね。ステラファーマに関しましては、4888。一気にアンダー増えましたけれども。さらに今一旦上げていきました。昨日の高値どころを捉えてきておりますが、注意が必要ですね。です。ここ。です。できたら個人的な見解で言うと、一旦こうなってほしいです。ふんわしが一旦押してから次の上げるタイミングを待ちたいですね。ではチャチャチステラファームっていきましょう。理解の取得は良い状態となっておりますが、まだ5分3分が確定しておりません。このまま上げていっておりますが、言わなければ負けません。資産を守ることができます。高値掴みを回避することができるということになります。ちょっとやっぱり、まだですね、5分がまだですね、確定しておりませんので。ちょっと落ち着いてきちゃったかな。ちょっとあれですね、売り圧が強いままなので、一旦引き返して休憩をする必要がありますね。でもあれですかね、今日、28日ですけども、皆さん、あれなんですかね、もう年末気分っていうか、現実的にね、日にちが12月、今日は28日ということで、年賀状を出し終えたりとか、おせちの、ね、女性は、ちょっと、煮物を始めるとか、なんかね、いろいろ、なんとなくその雰囲気で、年末って感じになっちゃうけども、このトレードも、ちょっとまったりになるんですね。そうですね。僕ももう12月30日っていうと、昔はですね、こたつに入って、こたつの上で、にパソコンを置いて、やった覚えとかね、ありますけども。指定が動いたりしますね、指定株がね。あ、そうですね。そうそう。こうね、200円台、300円台ですとか、面白いのがね、はい、出てきたりしますね。今日もそういった銘柄がこれから出てくるかもしれません。それも見ていきたいと思います。IPO 銘柄もありますので、直近の IPO もありますので、9258。はい。CSC。はい。これなんか、
ラス 7.79%。昨日、ね、高値が多いから、ちょっと、はい、見てても面白いかもしれないですね。いいですね。昨日のヒゲが気になって、今日入れておりませんでしたが、そうですね。ねえ、今朝の時点ではちょっと、見る気にはなれないというかね。はい、そうですね。こうなってくると、ちょっと準備した方がいいのかなというふうになってきましたけども、はい、あくまでも、今日の高値ではなくて、昨日の高値。はい。指数もこれを加えていきます。はい、セラファーム結局一分足見ると揉んでいる状態となりました。CSC、イール海難力のバランスも非常に良い状態となっております。こちらも今、揉みというところでしょうか。あと、売り戦略のラバブルですね。こちら、案の定といいますか、下げておりますが、まだですね、パワーがちょっと足りないかなというところになります。他見ていきましょう。どうでしょうか。アイブリムのネットプロも売り圧強い状態、アステリアもプラス圏ですけれども、まだ手を出さない状態となっております。テラバブルもまだですね、下げておりますが、売りポイントまでまだ来ておりません。昨日の安値を見ていただければと思います。9254ラバブル、価格で言いますと、価格は2693円割れとなります。CSC、今1690円、9.65%、9.54% となってきます。動いております。そしたら、あは5分がもう確定しました。ちょっとこのまま高値を786円を4888に抜けていったところでの買いはちょっと危険かなという感じですね。と他にいいのがあれば入る。でステラファーマあえてこの銘柄を見るんだが、一旦押してからの方がいいですね。一旦押してからちょっと馴染んでから調整経てからの次のタイミングを狙いたいところです。冷やしチャートを見ても全然この要線、特に大きな要線ではありませんので、まだですね。まだチャンスがあります。上に入る必要もありません。プラス圏に推移しているもの、ネットプロアステリア。ポイントありません。で、9258。1700円手前を今動いている状態となります。ありがとうございます。追加しましてですし、1634円でエントリー。1680円、50円抜きですね、50ティック、半分利確。その後1666円、26ティックの全部利確と。おお、すごいなぁ。おめでとうございます。あと、ありがとうございました。ありがとうございました。すみません。個人的な挨拶、ドラえもんさんに。はい、ありがとうございます。ステラはちょっとすいません、来ちゃいましたね。こう沈んでから理想か一旦押してから、うん、すごいですねこのバランス。はい、まあちょっと今も下に行きました。でも今日ちょっとやりやすいんじゃないですかね、比較的ね。どうなんですかね、トレードね。今日一日のトレードということです。今日はね、いろいろ銘柄が出てきて、ちょっと入るところとか、はい、ちょっと分かりやすいかなと。幸福もそうですね。はい。そしてですね、出来高そんな多くはないんですが、いよいよ割り込みまして、2693円割れの含み益、
いいとなります。30ティックほど含み液ラバプール。ただ板が薄いので入ったとしても500株ぐらいまででしょうかね。先ほど400株500株ありましたけど、今100株200株ですね。あと400株あります。500入って30ティック抜いて5,315,15,000円かって感じですね。少ない。あ、また今含み液も見ましたね。ラバブルも空売り、手数料を引いた、あ、1日用の分手数料を引いても今2万円ぐらいとかの方多分いらっしゃると思いますが、ラバブルも空売り、これちょっとどこまでかというと、どこでしょうかね。ぜひこの録画版見ていただきたいです。1分ゴールデンクロスするまで、あと売り買いの圧力が、買いがどんどん増えてきたら一旦そこでも逃げていただいてもいいですね。板薄いですから、もう100株200株の争いになってますから、もう前段に逃げていただくというのもありです。まだまだ下げる要素はとにかくあります。上値が重いですから。こちらちょっとハイライトの方、もう空売りやられたことない方で、空売り今日初めてしたという方、リグっていただいて全然もう構いませんので、エントリーポイントは朝というか先ほどお伝えします、2693円ほどですから、オリンピック下げております。薄すぎですね、板。もう、かなり薄いです。この流れだと、テントで、厳しいかもしれないですね。多く入れません。まあ、1500株とか入ってますけれども、できるだけ早めに皆さん、これ、入らない方は、利確してください。一旦、しとけます。ゴールデンまで待つと、板が薄いので、レンの買いが入ったりすることも考えられます。で、ラブブル、入らない方、比較していただいて、次の銘柄見ていきたいと思います。でその間にですね、CSC がちょっと動きが出たんですが、しかし今1分が再びまたデッドに切り替わっております。まあ、形としてはそんなに悪くないんでね、はい、このまま ここ維持できれば再び上昇できるチャンスがあるのかなと、はい、この9258と6524、はい、これが今揉み合ってますけども、上かわからないですけど、一応チャンスは、はい、まあ、これ上に行くにはいい形を作られてますよね。はい、あのここはちょっと、しっかりチェックをしておいていただいて、という感じですかね。3D マトリックスみたく、これでも下がりすぎちゃうと、厳しいですね。7777、はい。7777、ね。そうですね。590円ぐらいで我慢できてれば、面白いんですけどね。ちょっと厳しいですよね、この厳しいですね。はい。今 CSC 出しております。昨日の高値1700円のポイントになります。これを抜けていけるかどうか。ただ抜けたところでリグイもおそらく入ってきますので、でも注意して見ていきましょう。理解この4888のステラファーマーも、はい、この790円、まあ80円ぐらいまででとどまっていられたら、はい、次チャンスありますね。そうですね。これ770円切っちゃうと、もうしんどいですよね、今日はね。はい。銘柄的にはいい銘柄ですけどね。年明け以降もね、ちょっと、初月のヒゲが気になりますね。そうですね、ヒゲが気になりますね。ステラファーム4888です。で、そして CSC に関しましては、昨日の高値どころですね、これが1700円ぴったりになっております。これを捉えることができるか。一方、ステラファーマ4888に関しまして、高値をこう切り上げてきておりますが、今、ちょっと沈んでおります。9583円。はい、1枚でいきました。はい。ブレイクしていきました。強いなぁ。1分レッドクロスからのゴールデンクロス。まだ、実は確定じゃない、いいところになります。を抜けていっておりますね。いいですね。もう確定しております。CSC。それはまあ、なので他の銘柄もちょっと合わせてみて。CSE は1718円が今日の高値となっております。ポイントとしては1700円を抜けるか抜けないかというところでありました。しっかりと抜けてきております。
手売り買いの圧力のバランスも良い状態となっております。オーバー12万に対してアンダー22万、さらに一段高となるか、今入りました1720円をつけました。もう一段上があるかどうか、こちらフルイタで見てみましょう。 CSC ちょっと揉みそうな感じがしますが、特に上蓋となるものが1755円のところが合わせると1万株、その上が9900株が1800円ぴったり、まあ、約1万株ですね。34件入っています。ちょっと同じく1800円台に1万株、うーん、特に分厚いというわけではありませんが、ところどころこうリグイが入ってますね。あ、今も入ってますね。激しく動いています。板の薄さのこんなせる技というんでしょうか。1722円1分前、つけておりました。高値どころで逃げるのがちょっと怖いですね。で、気がついたらもうまた再びデッドクロス確定となっています。こうなりそうですね。さっき高値捉えた方、逃げることができな、できずに守っている方、厳しいですね。ちょっと売りも増えてきているので、ならもうここの場面は残り半分、3分の2、もしも入っていたら撤退します。ロスカットします。一旦、まあ、経理のロスカットになりますね。1720円で分離価格はちょっと難しいですね。また戻ってきております。次のタイミングをまたこれ CSC 見ていきます。 CSC の今日のストップ高に関しましては1940円になりますので、まあ、例えばもっとボリバーキュッてくびれて、その後この高値どころを捉えていくのであれば、また入ってみたいなというところですね。ちょっとあれですね、入りどころが難しいですね。そうですね、ちょっとこう上行ってんですけどね、全般的に、ね、そうですね、はい、陽線陰線陽線陰線なんでね。セラファームは800円、1万9500株、これを捉えそうです。一気にブレイクしていきました。ここからまたちょっとやりにくいですね。ジグイに押されています。今後もそうですね、CSC、セラファーマ、また引き続き、これを追いかけて見ていきます。他の銘柄、ハイブリッドダメ、マトリックスダメ、グリーンアースダメ、ネットプロもダメ、アステリアもダメ、インデックスもダメ。まあ、リグイができたのが、広告業ラバブルとなっております。まあ、ラバブルは、まあ、少なかったでしょうね。1万、2万程度、複数から入られた方で。それ以外の方では、まあ、数千円程度のリグイだったかもしれません。CSC9258 に関しましては、売り圧も変わらない状態ですね。13万、14万株、このまま動いています。もうちょっとアンダー増えてほしいところですが、減ったり増えたりですね、CSC。出来高は127万株入っております。4881ステラファーマに関しましても、出来高も入っています。83万株。もうちょっと揉んでから。ここを入れた人いるんですかね、入れた方。あ、ステラファーマー。はいはいはい。ステラファーマー、皆さん、どうですか、入られてる方。今入ってて、ね、ちょっと話しかけんなと。ね、はい、そういう状態かもしれないですね。はい、うん、CSC。これです。怖いなぁ。売り圧が強くなってきたと思ったらすぐですね。大丈夫ですか、皆さんね。CSC は次のこう上ブレイクしていないので、おそらく皆さん大丈夫だと思いますが、いかがでしょうか。リグイもしくはロスカット、すでに積まれていると思いますが。
もしまだ持たれているという方いらっしゃいましたらば、先ほどの連が出たところでも成り行きでポンと逃げていただくのが一番いいです。それでも損失を抑えることが最小限に抑えることができますので、これが得になってからですと、さらに得た利益、これまで得た利益を失ってしまう、そういうところじゃなくマイナスで終わってしまう危険性もあります。ゆりやかあんこ、これぐらいまでの調整が CSC あれば、次のタイミングいいですね。また引き続きちょっと CSC 見ていきましょう。ちょっと売り買いが圧力のバランスが変わりましたので、下の下に持っていきます。今現在、ストップ高が1銘柄のみですね、F コードのみとなっております。上場、値がついてから、発生付けから2日目となりますね、はい、いよいよます。で、4888ステラファーマに関しましては、どうでしょうか。持たれてる方、今1段820円どころ見ると、まあ、あんま出ないですね、薄いですね、いた多くはないです。すぐに20円ブレイクしそうな感じもありますが、引き続き見ていきます。まあ、入られてる方は A 確定のポイントですね、どこにするか、1分デッドにするか、あと1分のローソク足安で割れにするか、1本前のローソク足安で割れ、ステラファーマ、あともうちょっとで1分ネットクロスとなりそうです。今他の銘柄もですね、ランキングと合わせて見ておりますが、特に今これというのがない状態です。 CSC もまだ下げておりますので、チャンス次の上げのタイミングが来ればということです。ちょっと売り圧が強いですね。他の銘柄を見ていますと、ネットプロテクションズは全然ですね、もみもみがずっとここ20分近くでしょうか。そうですね、15分ぐらいでしょうか、続いております。ちなみにアンケート、もし可能な方いらっしゃいましたらば、ステラファーマにやられた方って今日いらっしゃいます。今アンケート出ています。じゃあ5秒前にしましょうか。では5、4、3、2、1、4888ステラファーマやられた方どれくらいいらっしゃいますか。ああ、いらっしゃるんですね。20%、23%、4分の1の方がされたということです。ありがとうございます。すごいですね。リグワレだ。ということで、損切りポイントがステラファーマは多分ないと思いますので、リグワレだと思いますが、いかがでしたでしょうかね。だからもう1段いきそうですね。万株入ってません、820円、今日の高値のところ。皆さん、ナイストレートですね。先ほど優秀のビデオを書いていただきましたけれども、ぜひプラスで皆さん、埋めていただきたいです。広告取られた方も広告だけでやめるという手もありますので。あ、いきますね。万株入りました、売り。それを抜けて21円どころをつけるかどうか、ステラパーマ今9700株あります。11308人の方が今売り出しております。820円どころ8件売り注文が入っております。これ10件増えましたね、ここです。今10人に増えました。あ、これ、来そうですね。10人の方、拡張できるでしょうか。ちょっと邪魔をする人たちがいますね。売りが入っています。10人また増えました。下げるとまた上がこう増えてくるんですよね。どんどんどん。では、見ていきたいと思います。他の銘柄を見ていきます。ネットプロダメ、アステリア、もう一度見ていきます。グリーンアース、ダメ。ちょっと戻しつつありますね、グリーンアースは。大きく陰線出していましたが。昨日のですね、寄り値付近まで陰線出していたんですけれども、寄り値付近というのが、1560円ぐらいまで下げています。今、1668円、70円まで戻しています。
3D マトリックスはもうマイナスに転換して、これも今少し戻されている状態となります。ハイブリッドは先ほどレンが入っていまして、値が再びつきましたが、大きな陰線ですね。もう今日は、きついかな。これ下に逃げがあってね。そうですね。逃げたら明日以降あれですけど、そうでもない限りはちょっと。あとは、928CSS。あ、先ほどステラファーマー聞きましたけれども、CSS やられた方ってどれぐらいいらっしゃいますでしょうか。山本さんが2択でしたので、どうでしょうか。9258、今トレード中の方いたらすいません。9258、CSS トレードされた方、どれぐらいいらっしゃいますでしょうか。じゃあ5秒前にしましょう。4、3、2、1、どうでしょうか。あ、4割の方、ありがとうございます。先ほどの、この、ありがとうございます。この下げに巻き込まれたという方はいらっしゃいます。大丈夫だと思います。一応、念のためにと言いますか、聞いてみたいと思いますが、CSS、さっきの下げ、巻き込まれてしまったという方、いらっしゃいますでしょうか。まあ、これ答えに。あ、そうですよね。いや、でもまあ、匿名ですからね。でそれこそ、それどころじゃなくて、アンケートなんか、いや、答えられないよって思うかもしれませんけど、ご協力いただければ。逃げることができていればいいですが、巻き込まれずに逃げられた方、あるいは利食いされた方、やってないという方は家の方に、チェックしてください。じゃあ、5、4、3、2、1、いかがでしょうか。ありがとうございます。それも 5% の方がいらっしゃるということですね。ありがとうございます。どうでしょうか。巻き込まれちゃった方、手締まいはされたと思いますが、ちょっともう3分ベッド確定しておりますので、必ず切るようにしてください。で、必ず切っていただいて、明日以降、またトレードする機会ありますので、必ず切るようにしてください。一つこれもルールですから、これは持っていることによって、値が戻せばいいですけれども、戻さずに、このデッドクロス知見によって、この後5分デッドになることによって、ドスン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 と、1140円まで、今日ストップ安これですから、ここまで下げてしまっては、もう明日トレードできなくなってしまいますから、今日中に必ず肩をつけるようにしてください。ですので、一番いいのがですね、デイトレされる場合には、一番いいのは、もうその1日以上であるということですね。必ず、信用で必ず手締まりすると。塩漬けになりませんから。まあそうですね。で一方、ステラファーマが今1段高となりました。実はこれ、デッドクロス中だったんですね。1分が。デッドクロス中に今上げていっておりましたが、これで次のローソクを足して、ゴールデンクロス1分確定となります。さすがにこれはタイミングとしては難しかったと思います。スキマさんでしたらどう見ますステラファーム4888。ちょっとこの上げ、自分だったらできないんですけど。できないっていうのは入らないってことですか？入らないです。はい。落ち着いてきてもらって、はい、それこそ、まあ、820円割って、はい、まあ割らなくてもいいんですけども、ボリンジャーバンド、クビリーバンド、はい、ちょっと上行き過ぎましたかね、はい、これ。首で。ちょっとしばらく揉み合ってもらいたいですね。できれば2、30分。そしたら強いですね。そうですね。やっぱね、さっき言ったように、ヒゲがあるわけじゃないですか。その前にね。4月ですか。はい。これを考えると、その揉んでもらった方が勢い、つきますよね、はい、このまま上がってるとやっぱ売りぶつけられちゃうんで、どこかでガスというかストレスを取られてから、はい、ある程度、はい、一応何て言うんですか、もう万全な、ね、状態で上がっていくっていう、はい、勢いだけではちょっと厳しいですよ、ね、しかし日経が強いですね。朝一番本当にわずか10分ぐらいでしょうか、下げていましたけれども、これは25日線が下向いてるんでね、まあ、この辺で2万9000円前後で揉み合って終わるのかな、どうなんですかね。なかなか、ね、はい、週で見ても今買えないんですね。
出してみても小金を抑えられ、ずっと75付近で抑えられていましたが、終値ベースで今日果たして上を向けるかどうか、あとはいえ25日線が完全に今下を向いていますので、積極的な買いはやはり NG とこういうことになります。ステラもさっき42分で高値つけてから今売られております。また調整が入るかどうか引き続きこちら見ていきましょう。あと、IPO 銘柄がですね、明日で年末は最終ですね。インスティテューション・フォー・ア・グローバル・ソサイティというのが最後、お1銘柄、明日上場で、あと残り1月以降となります。あ、1月ないですね。2月になりますね。2月以降となります。昨日上場したのはセキュア・アジア・クエスト。で24日金曜日が 1,2,3,4,5,6,7 銘柄でしょうか。アイブリーアース含めて高吉とか F コードなどなどということになります。で、あと今他の銘柄ランキングと合わせてですね、このように見ております。値上がりしている銘柄ランキング、あと値下がりランキング、ティック数ランキング、レートで適正ランキングなど見ております。で、アスタリスク、これが値上がり数の第1位ということになりますが、25日線下向きの状態で今上げておりますので、我々のルールから見ると、これはトレード対象外ということになります。できるだけ入ってますけどね、まだまだということになります。あとは iNest 70円台、高値掴んだ人たちが今苦しんでいますね。あと、アジアクエストも昨日上場してから下げて、上髭陰線、これを抜けられずに今推移しています。あとステラファーマー入ってますね。一段高、838円になってから運用されて今揉んでおります。できるだけ入っているのを見ていきましょう。あと、湖北工業朝ですね。これ、取った方が効果だと思います。あと、井筒屋がまた再びですが、だいぶ今まだ重いですね。500円台で買っている人たちが多いです。400円台です。406円。ですね、上位見るとリミックスポイントがまた再び買い戻しというんでしょうかね、買われてきておりますが、ちょっとエントリーポイントはありません。ビズスヤの動きに、似ている感じです。そのクルーズは全然ダメですね。あと値下がり見てみましょう。アナップ、もうひどいですね。これもあとフロンテオもそうですね。先ほどまで大きな陰線を出していました。冷やしてみると25日線を割っていましたので、汚いですね。あとハイブリッド、今日出していたハイブリッドが上にも引け、下にも引きのある陰線となっておりますので、まあ、誰も怪我をせずに進んでおります。あとニボミックですね。これも下げております。あとはグリーンアース、今日注目銘柄。陽線今出しておりますけれども、それでも今このように下げています。この辺が重いという言葉分かりますね。ここで見るとこれですね。この辺りで買って持ってる人たちも結構います。今ここです。抜けない限りは、やっぱり危険ということですね。入らなくて我々は進んでいるということになります。つかみ、徹底していきましょう。で、ランキング、他も見ていきますと、カラーリ銘柄もいいのがあれば積極的に見ていきたいところでありますが、今ね、たまたまね、はい、オリエンタルランド4661ね、はい、ちょっといろいろ銘柄をちょっと見てるとあるんですけど、まあ、これはちょっとデイリーではできる銘柄じゃないので、はい、あれなんですけど、この形、この今1分3分の形がこうありますけど、こういう形になってほしいんですよね。そのさっきの CSC とかね、はい、東北工業とか、これが、まあ、理想の形というか、はい、まあ、実際入ら、まあ、入らなくていいと思うんで、これ、例ですし、はい、冷やし見ると、直近でね、ちょっと、陽線陰線があるんで、はい、と、見に行くとは限らないので、あるんですけど、形だけ言うと、この形が、やりやすいですよね。そうですね、はい。なので、ちょっとこの形をイメージしておいていただくと、はい、まあ、これはよくセミナーでもやりますけども、はい。はい、なんで、さっきの6524で言うと、下髭陰線が、あの3分足とかで言うとありますけども、
俺のところの上行ってると行きやすいんですよね。あ、そうですね。はい。そうですね。でもこれ形ちょっと崩れちゃったんで。して、下方向に動いてる。出ます。皆さんご質問などありましたら、ぜひおっしゃってください。このチャット、または、こちら音声でも構いませんので、ね、いただけたらと思います。あ、ありがとうございます。皆さん、4チャンチャステロファーマン。はい、3分のボリュームはクリティーませんでしたが、9時30分に5分3分待って、ご伝統中。これですね。素晴らしい。高値を逆差して1分の傾向に同時配当。クリアステムで手締まりとしているところ、わずかでプラス。あ、なんとか年末プラスで終わっていただきたいですね。そうですね。もう頑張っていらっしゃるんでね。はい、昨日もね、いろいろ報告をいただきましたけども。引き続き。はい。ここでね、無理しないようにして、はい、そうですね。今日これでやめるのも一つの方法ですからね。はい、いいのがなかったら。やっぱ入りたくなっちゃうんでね、どうしても。皆さんもプラスでですね、置いていただきたいと思います。ランキングを見ても、なかなかこれというのが、まだところ見当たらないですね。そうですね。データの適性、フロンテオとかになんでこんなに人気が入るんですかね。そう言いながら皆さんの中で今やられてる方がいたら、あれですけども。あと、レーザーテックですね。高となりました。これレーザーテックいいですね。昨日の監視ということで入れておりましたが、昨日陰線出しましたので今日外しておりましたら今日一段高となっております。アクセラファームもまた再び高値を、まあ、1分デッドクロス中でありますが高値を捉えに来ています。ちょっとやりにくいです。自分やらないですね。セラファームなるかどうか。あれちょっとすみません。ネットプロテクションズが、売り買いの圧力が逆転しそうです。7383。頑張ってますね。はい。今、高値更新しておりますが、まだ、売りが強いで。で、しかも、かなり不自然な板があります。10万株入ってます。ね、うん、さっきのね、はい。感じがしたらね、全然違いますもんね。はい。10万株超えたら、ね、スススススーと。そうですね、150人の方が1550円に差し値売り注文を出しています。次のいいところで待ちますね。はい、1548円はたった3人、1551円はたった7人というすごいですね。個人がもう集まっているということです。そうなんですね。気のいい数字にちょっとこれ、ネットプロ、引き続き見ていきたいと思います。こちらメインで今日、今の時間、進ませていただきます。さあ、この、今149人になりました。145人、今、躍進されています。売り注文が。これ、食っちゃうんじゃないですか、これ。はい、142、141。まあ、100分ずつ食われてますね。はい、おー。200株、1500株。今、135人で、とどまっています。1549円どころが蓋になっています。それでも200株。また再び1550円。136件入っています。邪魔するものを倒そうと、どん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 なりがいが入っています。今135件。一つのこれが蓋になるからですね。1550円どころ、これを超えるようであれば、相当強い、いいですね。そうですね。やっぱでも、意外とちょっと、あですね。おっちゃった。一気に外されました。ダメでした。みんな諦めるタイミングと一緒なんですかね、やっぱね。そうです。1人2万株の人外れました。あ
で、それがどこに行ったか、1049円2万株移ってます。江藤さん外しました、2万株。はい、バレちゃいます。いや、私はやってないです。あと、あ、他の方もどんどん今外してます。まあ、そうなりますよね。はい、もう1分デッドしちゃいましたしね。はい。はい、致し方ないところですね。1万株、もう5000株とか、さらに上のところで外されて、ああ、なるほど。1万株、今、なりで1542円、41円、40円の1万株なりが入って、さっき、この陰線で下げました。なので、売り板を、例えば1万株なり行き入ることによって、また再びドスンとなっていくと。こういうことが、今、証明といいますか、見て取れます。で、まだまだ、買いも入ってきてはおります。多くはありませんか。また再び1549円50円どころをですね、狙いに行くことも考えられます。今、8件49円ところに。もう一回、なんか、あれですね、アタックし、はい、アタックしてますね。はい。どうなんだろう。上場してからネットプロテクションズはもう高値を捉えてきております。なかなか根性ありますね。そうですね。やっぱ買い30万株くらい欲しいですね。注文が、ね。あ、そうですね。ちょっと売りが、まだ売りが強い状態です。これも遊ばれてる感じですね。今、ネットプロテクションズ7383を見ておりますが、一方で4888、ステラファーマがさらに高値をつけていっております。ちょっとネットプロ動かないので、こちらの方に。うん、まあ、ダメですよ。落ちちゃいました、これ、ね。はい。ステラファーマは先ほどですね、リグリ、あ、ありがとうございます。またコメントいただいて、820円から830円、はい、1分足でまだネットプレスですが、放送で威嚇しました。はい、1分足でゴールデンクロスしてます。賞金の数字を確認します。おめでとうございます。さらに、ステラファーマ、一段高となりました。いやー。皆さん1年いかがだったでしょうか。コメントはね、今日結構取れる、忙しいじゃないですか、皆さん。そうですね。あ、山本さん、私の方があれです、間違いです、デッドしていません。デッドしそうで、細かい数字でゴールデンロスのまま推しております。失礼いたしました。なんかね、セラファーマにはまだお持ちの方いらっしゃるかもしれませんが、無理せずにグってください。ストップ高の価格を言います。907円、クセラファーマ、ストップ高となります。ちょっと進めます。まあ、ストップ高、行きかけでね、ガッツーンと下がることがありますんで、ちょっと、はい、ストップ高になるもんだと思い込まない方がいいです。はい、でもかもしれませんけどね。ゴムと、危険ですね。はい。逃げ損なうんですね。トレードになってしまいますので、皆さん気をつけてください。そして CSC も下げていっておりますので、一旦買いたくということで、こちら、ステラファーマの前に行かれたということで、3銘柄目比較は CSC の銘柄目、ステラファーマ。ネットプロテクションズに関しまして、今、売りの圧力が強い状態、デッドクロス中となります。F コード、ストップ高、唯一の今日ストップ高銘柄、これがストップ高、剥がれて、また再びストップ高のところ、手前まで行ったんですね。まだということですね。無理に入らないようにしてください。デイトレですから、また今から入ってストップ高つけるだろうとも思わないようにしてください。で、ストップ安つけてる銘柄、今日は該当銘柄ありません。新高値が79銘柄。
新安値が167銘柄、全体的にやはり下げてる銘柄多いです。かなり下げてます。日々多いですね。12月に入ってから新安値下げてる銘柄も圧倒的に多くなってきております。いわゆる塩漬け銘柄という銘柄は大体もうさらに安、さらに下げ、さらに下げ、こういう銘柄が増えていく、売っております。他の銘柄で見るとどうでしょうか。動きがないですね。なかなか動きがないです。